ご視聴ありがとうございます。竹地絵里です。今回はですね、新しい学校のリーダーズの大人ブルーについてお話したいと思います。僕のチャンネルでは楽曲レビューやライブレポートなど音楽についてお話をしています。現在の目標としてチャンネル登録者数1000人を目指して頑張っていますので、登録ボタンで応援してもらえると嬉しいです。では本題なんですけど、この動画をご覧になっている方はご存知だと思うんですが、新しい学校のリーダーズの大人ブルーが2023年に入り話題となりました。大きな要因としては、TikTok でのサビの首振りダンスが拡散されたことだと思います。また、和田アキ子さんの古い日記のオマージュを含む昭和歌謡的なメロディーや歌唱法が日本人には馴染みが良く、海外の方にも受けたことだと思います。そして、ファーストテイクでのパフォーマンスや MC での出演と、どんどんと広がりを見せています。これには楽曲の良さはもちろん、彼女たちの若いながらもキャリアのあるパフォーマンスの素晴らしさや、セーラー服という日本的な分かりやすさも要因としてあるのだと思います。で、この曲自体は2020年5月リリースのため3年前の楽曲となっていて、単純にいい曲であれば3年前から売れているはずだと思うんですが、それはやはり新曲だけが注目されるわけではないという SNS の仕様に要因があるのかなと思います。もちろん本人たちにとっても首振りダンスという誰でも真似をしやすそうな SNS のバズを狙ったものではあると思うんですが、狙ってできるものであれば誰しもバズることは可能なので、決して狙ってできるものではないし、タイミングもあったんだと思います。とはいえ、たまたまヒットしたのかというと、決してそういうわけではないと思うので、なぜこんなにも人気を博したのかということを、2つの要因を挙げて深掘りをしていきたいと思います。で、これからお話しする内容は、あくまでも僕の見解で、必ずしも正解とは限らないので、それを考慮した上でご覧いただけたらと思います。まず1つ目の要因としては、シンプルすぎる楽曲構成というところです。最近の J-POP だと、A メロ、B メロ、サビに加えて、C メロや大サビがあったりと、転調を繰り返すことで展開をつけて飽きさせないような作りになっています。対して大人ブルーにおいては、A メロ、B メロ、サビで、B メロにおいては一瞬なので、多くの方の耳に残っているのは、A メロとサビだと思います。構成としては、A、B、サビ、A、サビ、サビ、サビとなっていて、主要なメロディーを2つに絞ったことが耳に残る要因だったと思います。また J-POP のサビが高音だったり、手の込んだ曲が多いという流れの中で、大人ブルーのようなサビに抑揚のないメロディーというのが逆に目立ったことになったとも思っていて、以前2000年に奥田民生のマシュマロが売れた時と同じように、シンプルな曲が逆に目立ったということと重なります。これは楽曲の良し悪しというより、タイミングの部分が大きいのかなと思います。続いて2つ目の要因は、楽曲全体を通しての大人ブルーというところです。大人ブルーは大人ブルーから来ているということは、ほとんどの方がご存知だと思います。で、楽曲の構成としては、A メロの鈴鹿のパートと、サビの3人のパートで分かれていることもご存知だと思います。そしてこの歌割りは、A メロにおいては大人ぶった歌詞で、サビは本心という構成になっています。抑揚のある歌い方の A メロは、感情的ではありますが、本心ではなく虚勢を張っていて、大人ぶっている印象を受けます。さらに昭和歌謡のメロディーということで、もともと昭和歌謡は今と違って、作詞家が大人な歌詞を書いて、若い女性が歌うことが多く、そのため大人ぶった印象を受けるので、メロディーとも相まって大人ぶりを印象付けます。ちなみに関係はないんですけど、A メロ終わりが甘い蜜、絡みつく、甘リリスと韻を踏んでいることで、A メロの統一感や締まりを感じるし、よくできているなと思います。そしてサビなんですけど、昭和歌謡であれば、そのまま感情的なメロディーで突っ切るんですが、あえて抑揚のないメロディーにすることで、昭和歌謡の焼き直し感を感じさせず、現代的に仕上げています。で、この抑揚のないサビには、本心が歌われているんですが、感情的に歌わずに、あえて抑揚を出さないことで、感情を抑えて、平静を装っているような大人ぶりが伺えます。それでもサビの後半には、だんだんと抑揚が出てくることで、感情的になっていて、大人になりきれていない印象を受けます。また歌詞にある大人ブルーが大人ブルーとなっているのには意味があり、なぜブルーかというと、歌詞にある青いつぼみと、いつかお花になるアマリリスで自分自身を花に例えていることがわかり、今は青いつぼみ、未熟という意味でのブルーと大人を合わせることで、大人ブルーは未熟な大人という意味になり、大人ブルーも大人ブルーも未熟な大人という意味合いになります。ちなみにアマリリスという花の花言葉はいろいろとあるんですが、おそらく輝くばかりの美しさという意味で使っているんじゃないかと思います。そして何よりこの曲をリリースした2020年、メンバーの3人は18歳、1人は21歳と、まさに大人ブルーなタイミングで、このタイミングでしか出せなかったものだと思うし、歌詞も本人たちが書いているんですが、未熟な大人であるこのタイミングでしか書けなかった、リアルで希少性のある楽曲だということがわかります。と、要因については以上となります。大人ブルーにより彼女たちは大きく注目を集めることになり、パッと見のセーラー服や自己紹介の際物感だったり、容姿もいいためアイドル的な見られ方やコミカルなダンスで誤解も受けやすいと思うんですが、決して一発屋にはならないことは、確かな実力を兼ね備えていることがわかる、ファーストテイクでの堂々としたパフォーマンスを見れば一目瞭然だと思います。
僕自身もライブはまだ見たことがなくて、音源も聞き込み中なので、さらに深めていこうと思っています。今回の内容で参考になる部分が一つでもありましたら、高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。今回は新しい学校のリーダーズの大人ブルーについてお話ししました。皆さんの高評価やチャンネル登録、コメントが次の動画を作る大きなモチベーションとなっています。この動画を楽しんでいただけましたら反応いただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございます。また別の動画でお会いしましょう。